ほう。わあ。んだよここ。つか変わってる。雰囲気ある。シャドウに気づかれてんの？とっくにな。先言えって。ここはまだ大丈夫だ。何度か来て調べたが、シャドウはこのフロアまでは上がってこない。でも一歩でも奥へ進めば別だぜ。うじゃうじゃさ。っていうかメメントスって何？いい加減説明してよ。みんなのパレスだ。んあ、みんな？前の城みたく一人に支配されたパレスが出来上がるのは歪みが並外れて強いやつだけだ。他の普通の大衆は別々じゃなくて一つに融合した巨大なパレスを共有している。へえ。それがここメメントスだ。言われてみれば鴨志田の時と雰囲気違うね。融合ってみんなのがくっついてんのか？赤の他人同士なのに。いわゆる集合的無意識。まあいいや、言ってもわかんねえだろうし。なんか日本人は特にありそうだね。要するにここを使えばパレスがない人でも改心できるってこと？その通りだぜ。まあ手順が少しだけ違うけどな。けどこれだいぶ広いんじゃね。歩きで行けんのか？ついにこれを見せる時が来てしまったな。え、何？バイクかなんかあんの？モルガナー！え？変身！なになに？わあ！さあパンサー、レディーファーストだ。え、すごい。車？ありえねえ。さすが、なんかもう元人間。認知が具現化する異世界の仕組みを逆に利用してちょいと修行した成果だ。へえ。ま、お前らの変身と同じようなもんだな。うーん。服が変わんのと車になんのは違えだろう。大衆の心の中には猫はバスに化けるって認知がなぜだかものすごい広く浸透してんのさ。なるほど、トトロの猫バスっていうこと？すごいね、宮崎駿。なんでバス？知らねえ。つうか、城ん時からやれよ。うん、でも狭くない？やれたらやってたさ。ああ、それは鴨志田っていうか、その歪みが強すぎて無理なんか？けど狭いし、階段だらけだし、うん、シャンデリアの上とか絶対無理だろう。うん、ちょっとスカル、レディーファースト。ね、引っ張んなよ、危ねえだろ。猫バスちょっと乗ってみたいよね、ふかふかそうだし。パンサー、広がっちまう。何が？おお、狭。出発進行。前誰も座らない。レン君の真顔を笑うんだけど。お前ら何をくつろいでいるんだ。我が輩車だぜ。運転していいの？運転されなきゃ走れねえぞ。高校2年生原付は取れるけど車はまだだよね。自力で走れねえのかよ。運転とかできる？いや、やっちゃダメでしょ、むしろ。あ、ゲームか、なるね。当時の私はできてたかな。マリオカートやってたよ。若干不安だけど任せた。私それすら経験ないし。そっか、俺より器用そうだしな。ああ、レン君、マリオカートとグランツーリスモとイニシャル D のゲームしてたかもしれん。じゃあ運転よろしく。さあ早くエンジンをかけろ。エンジンかけないと走れないぜ。エンジン概念もあるんだ。たくいちいちめんどくせえな。車のキーは？そんなもんあるわけないだろう。ハンドルの横にスイッチがある。かわいい、かわいい。もうちょっと下だ。あ、そこすげえ気持ちいいぜ。
おい、ゴロゴロ言い始めたぞ。気持ち悪い乗り物だな。猫のゴロゴロっていうこと？にゃーたりエンジンをバカにすんなよ。エンジン全開、かっ飛ぶぜ。へえ、私が運転するの？メメントス入り口から思想バーレシ道エリア1。おお、この雰囲気確かにパレスっぽいな。すごい、車がレールの上を走るってなんか新鮮だね。どっかのん、ここのどっかの中野原がいるの？パレスほどじゃないが、そいつもおそらく自分だけの空間に閉じこもってるはずだ。入り口を見つける必要がある。けど入り口ってどうなんだ？知らん。でも歪みの強い場所は見ればわかる。適当にうろついて探すしかねえわけか。面倒だな。面倒面倒言わないの。あんま私面倒って言わないなって最近気づいた。見つけ、あっ、デンジャーなっちゃった。ちょっとあの敵は4体、あ、教えてほしかったよ。そのなんていうの、車に乗った状態でどういうシンボルエンカウントになるんか。来い。ケルピー。あ、ウィークっぽい。え、強くね？ペルソナ。ナイスジョーカー、弱点にヒットだ。これ、あ、全部にありすればよかったね。自分の実力は怖いな。自分の実力は怖いな。そしてこう、示せゾロ。自分の実力は怖いな。総攻撃かな。あんまり仲間にしたくない。これで終わりだ。お掃除完了。初めて見た。1000円。よし、次行くよ。次、おい、今これセーブできないんだよね。おお、なんかある、あそこ。これ何、これ、うす、あー、そういう感じ。お腹すいちゃった、どうしよう。安全第一。ん、壁を壊す。おお、こんななんだ。おい、宝箱だぜ。早速開けてみよう。お、鍵かかってる。ということでカットしよっかな。なんかあったら動画残します。びっくりマークはそこにあるんだけど、こっちがね、黄色い。なんだ、チェック。あ、いける。うわー、あれは強いやつだ。うわっ、バレた。黙らしちまえ。わっ、綺麗に決まったな。強魔の大爆発で敵を倒した。あ、後ろから来たってこと？そんなのある。我が決意の証を見よう。どうした？ビビってんのか？顔面が映った。え、どうしよう。なんか先に行ったら駅があったんだけど、車から降りる。ダウンって書いてあるんだよね。ダウンってどういう意味だ？楽勝。大したことねえな。よし、じゃあびっくりマークのとこ行ってみよう。うわあ、なんだこれ。お、なんだよこれ。売れてんぞ。ここだ。ここから入れる。この先がターゲットの気配がする。さあ、準備はいいか、ジョーカー。行こう。ボス戦ってこと？にゃ。あの人か。なんか嫌がんぞ。あいつが中野原のシャドウらしいな。確か区役所の窓口係がストーカーになったんだっけか。
どこまで悪かわかんないけど、誰かを困らせてんならなんとかしなきゃ。よし、まずは話してみろ。んー、すごい。誰だお前ら。あ、しゃべった。あんたがストーカー男ね。相手の気持ち考えたことないの？あの女は俺のものなんだよ。俺のものをどう扱おうと俺の勝手だろ。俺だって物扱いされたんだ。同じことをやって何が悪い。自分がやられたからって人を物扱いすんな。ふざけやがって。てめえみてえな迷惑野郎は改心させてやる。俺より悪い奴はいくらでもいるだろう。そうだ、まだらめ。俺から全てを奪ったあいつはいいのかよ。まだらめ、何言ってんだこいつ。来たね、まだらめ。構えろ、来るぞ。なんかちょっと可愛い。ドラクエに出てきそう。俺のものを取んじゃねえよ。やっと手に入れたんだ。世の中やったもん勝ちなんだよ。来い、ぶっ殺し、ぶっ倒してやる。弱点は見当たらないな。弱点は今から探すって。ペルソナ。ちょっと髪の毛長い。いた。やってやろうじゃねえか。え、いた。え、いた。弱点キット。雷か。総攻撃かな。始めるぞ。いい感じやるぞ。え、強いってか痛いのが怖い。これだ。だって今結構いい防具してるはずだもんね。雷とのことですけど、雷持ってます？持ってないね。たるんだしとこうか。たるんだ。オールフェンス。よし。で、銃は？うん、半分とまではいかないけど結構いってる。奪え！ヒット！いいね。で、これ回復しとこっかな。これで来いよ、コスプレガンナー。ペルソナなんてあ、そういえば銃もらってたんだったね。装備してないかも。今装備できないよね。世界が目回してる。攻撃が当たらないぞ。攻撃が当たらないんだ。へえ。つまりこれをパンサー加勢しないのかな。これでしまいだ。あ、おらんね。とどめだ。そのまま寝てな。終わった。よっしゃ、レベルアップだ。はい、新技だ。見とけよ、おい。やった。あ、HP 削るやつか。豪客状態にする。我が輩の魅力がまた増えたな。味方全体消回復。へえ、いいね。新しい技覚えたよ。あ、たるんだ、いいね。やった。わ、悪かった。もう許してくれ。俺、執着心が止めらんなくなってた。悪い先生に使い捨てにされてさ。悪い先生って？あれか？さっき言ってた、まだらめってやつ。また、物みたいに捨てられるのが怖かったんだ。そっちも身勝手なやつのせいで苦しんでたってことか。けど、だからって関係ない女の人巻き込むの良くないよ。本当、
その通りだよな。もうこの恋は終わりにするよ。すごいね、分かってくれるんだな。あ、お前らって改心させられるのか。そしたらまだだね。あいつも改心させてくれ。たくさんの奴が犠牲になる前に。マダラメを改心？あ？その光ってんのなんだ？お宝の目だな。ん？放っておいたらパレスに育ってたかもしれない。へえ。ジョーカー、報酬にいただいとけ。メコ、取り方、執着真珠。世直しへの一歩、ミッションクリア、間違えたん。中野原って改心したんだよな。おそらくな。でも確認する方法なくない？ネットに実名書いたぐらいだ。マジ改心したらきっと書くんじゃね。確かにそうだな。しかしシャドウ相手に腕を磨けるのはいいな。ターゲット決まるまでの準備にもってこいだ。悩みを書き込んだ人たちを勇気づけてあげられるし、いいかもね。お宝もゲットできるし、売れれば報酬も入る。いいことずくめじゃねえか。面白そうだ。いや、やることいっぱいあるね。よし、今日のとこは目的達成だな。また、ちょっとだけ付き合ってほしいところがある。んだよ、まだなんかあんのか。長くはかからん。さてと、まずはこの部屋から出ないか。オッケー。女神転生3をやったことあるんだけど、ちょっと雰囲気似てる。やっぱね、前のエリア出るのか。ジョーカー出よう。で、どこに行きたいの。あとは何がしたいんだ。さらに下の階だ。そこで確かめたいことがある。下に降りるホームがあっただろ。まずはあそこへ行こう。そういや、前にここ来てんだろ。見取り図とか残してねえのかよ。そんなもんは意味がない。ここを入るために構造が変わるんだ。なるほど。道が変わっちゃうってこと。パレスと違ってここは途方もない人数の認知が融合した場所だ。常に変わり続けてるのさ。とは言っても目的基地は相当くない。頼んだぞ、ジョーカー。はい、来た。降りて。ちょっと待て、なんか音しねえか。なんだ、大丈夫？そこ行って、電車通るとか。あ、そっち側か。電車もろ営業中じゃねえか、こら。ここは地下鉄だぞ。電車走ってんのは当たり前だろ。そうじゃなくて、ここパレスみたいなもんなんでしょ。なら、この景色が大衆にとっての日常の光景ってことなんじゃないか。よく知らんが、こんな暗がりが日常。つーか、俺らレールの上走って大丈夫なのかよ。同じレールに乗らなけりゃ平気だろう。ま、我が輩電車のことは詳しくないけどな。マジかよ。それより下のエリアに進もうぜ。そこのエスカレーターを下ればすぐだ。よかった。こっちは何もないかな。エスカレーター降ります。鹿のエリア。ニーニーの最深部なんだ。おお、怖っ。よし、あった。確かめたいのはあの奥だ。めちゃくちゃ呪術廻戦思い出しちゃうね。雰囲気的に。なんだろう、なんだろう。何ここ、なんかちょっとだけ不気味ね。なんか不規則性がありそうだけど、なんかこう丸でできた感じだね。つーか、行き止まりじゃねえか。こんなとこに何の用だ。まあ見てろ、多分こいつはただの壁じゃない。多分我が輩の勘が正しければ。勘。何したん。開いた。最深部に新規エリア
ました。案内情報を更新します。見ろ、思った通りだぜ。どういうこと？前に一人で来た時は触ってもうんともすんとも言わなかったんだけど、メメントスの一番下がこんな何の変哲もないフロアだなんて妙だろ。さらに奥があったってことか。鴨志田のパリスが消えたし、現実でも騒がれて噂になってるだろ。メメントスにも変化があんじゃねえかと思ったのさ。てか、どんくらい下まであんの？降りてみる？いや、やめとこう。今回はそこまでのつもりで来てない。目的はもう達した。一旦戻ろう。説明はその後だ。いいね、モルガーナは引き際をわきまえてるというか、ちゃんとしてるよね。じゃあ地上にも。え、あ、ちょ、あれ、メメントスに人間。これあれじゃん、なんだっけ、忘れたけど。これはどうだ。うま。なんか飲んでね。なんか博物館に来た時も壁ぶち破ってきてたんだよね。ん？変な気配がすると思ったら、お兄さんたち何者？いや、こっちが聞きてえよ。そうだったね、ごめんなさい。名前を聞くときは自分から名乗るのが人間の礼儀だ。ご指摘ありがとう。タヌキじゃない、猫さん。迷うんじゃねえよ。つかどっちもちげえし。いや、そこは迷うだろう、普通に。僕の名前はジョゼ。でも驚いたな、お兄さんたち普通の人間でしょ。うん、なんか指が当たっちゃった。花を探してるんだ。花か。こんなところに来られる人もいるんだね。まあ我が輩たちが特別っていうか、でそうじゃなくてだな、お前は何者なんだって話だ。花を探してるって言ってたけど、さっきのやつのこと？そうだよ、綺麗なお姉さん。さっきの花、あれが僕の探してる花みたい。ん？なんでってやつ？僕は人間を勉強しなきゃいけなくて、あの花をいっぱい集めたいんだ。勉強ってさっきのジュースにして飲んでたやつか？そう。花のジュース飲むことが勉強になんの？ねえ、お兄さんたち、僕の勉強手伝ってくれないかな？手伝う？花を集めてきて、それを僕に譲ってほしいんだ。もちろんただでとは言わないよ。この場所はいろいろと役立ちそうなものが落ちてるみたいだし、僕が拾っておくから、お兄さんたちが集めた花と交換しようよ。どうする？花集め手伝ってだと。我が輩たちにもメリットはありそうだが、相手は正体不明の子供だ。ここは慎重に。いいんじゃない？手伝ってあげようよ。困ってるみたいだし、探索ついでに花集めるぐらい難しくないんじゃない？他に理由は？綺麗って言われちゃったし。ガーン！安藤の！ま、別にいっか。お礼くれるって言ってるし、お前どうよ？どうかな、お兄さんたち。花集め手伝ってくれる？まあ困った人は助けたいからね。手伝おう。ありがとう。待て待て、こいつが何者かまだ分かんないだろう。お前もありがとうとか言ってんのって。猫さん疲れてるの？すごくイライラしてるけど。猫じゃねえし、イラついてねえし。わかった、お腹空いてるね。そういうイライラ僕勉強したから知ってる。よかったらこれどうぞ。気持ちだけもらっとく。気使われてんじゃねえか。
乾杯だな。僕もこの中で花を集めてるから、見かけたら声かけてよ。あと、ただ花を集めるだけじゃつまらないでしょ。人間は遊びが好きだって勉強したから、面白そうな仕掛けを準備しておくね。いや、それはいいかな。それ遠慮しときたいな。と、思い出した。勉強して覚えた人間の挨拶。お疲れ。何だったんだ、あいつ。人間を勉強ってことは人間じゃないのかな。ね、なんかちょっとアトムみたいだったね。いい子っぽかったけど。まあ、あいつからシャドウの気配はしなかった。少なくとも今は危険もなさそうだな。ロイヤルからのあれなのかな。さっき言ってた花、それ見っけたら拾っとくか。なんだろう、要素多いね。忘れてた。ねえ、お兄さんたちに渡そうと思ったものがあるんだったよ。何？何のこと？うん、実は僕ね、この前探索してたら変なもの拾ったんだ。これなんだけど。お星様？あ？なんだよそれ。星だよ。星の形をしてるから僕はそう呼んでる。星？それがどうかしたの？人間ってさ、みんな星にお願い事するでしょ？面白いよね。お星様は願いを叶えるもの。だからこの星もお兄さんたちの願いを叶えてくれる。はあ。待てよ。とかだったらいいよね。いいよねかよ。ねえ、これお兄さんたちにあげるね。キラキラで綺麗だし、お兄さんも欲しいでしょ。お近づきの印にってやつだよ。僕知ってるんだ。お疲れ。それじゃあまた。お疲れ。おい、ちょっ、行っちまった。あ、欲しいね。願い事がどうのとか言ってたな。さすがのメメントスでもそんなこと起きないとは思うが、とりあえず願い事を言ってみればいいんじゃないか。なんだろう。分かった。じゃあパフェ食べ放題、カロリーゼロで。おざーす。牛丼特盛り、豚汁付きで。何も起きないな。スカルの願い事が下品すぎたんじゃない？おめえに言われたくねえよ。ま、そう都合よくはいかないだろう。おい。とはいえ捨てるわけにもいかねえか。一旦そいつお前が持っててくれ。さてと、予想外の出来事はあったが戻るとしようぜ。なんかこうレベルを上げやすくしたいとか、なんとかの道具が欲しいみたいな、そういうあれかと思った。